人気グループキング&プリンスの平野翔24が21日都内で行われた映画かぐや様は告らせたいファイナル8月20日公開の完成報告会に登壇した。前作から2年新作への手応えを聞かれた平野は、嬉しいなという気持ちでいっぱいなのと、早く見ていただきたいです、ワクワク、キュンキュン、ドキドキ、シクシク、展開も早くて本当に楽しい作品ですと順調に主演作をアピールした。しかしこの作品が皆さんの目に届いてほしい、目に届いてほしいと自分でも言い回しに困惑していると、橋本環奈22がお手元に届いてほしいだよね笑とアドバイスすると、平野はそう、手元に届くのめバージョンとすっきり顔、さらに MC から目と心に届いてほしいということですよねと確認が入ると、平野はそれです、それが言いたかったんです、目と心に届いてほしいと思っていますと笑顔で本作の魅力を語った。この日は橋本環奈22、佐野勇斗23、浅川里奈22、堀田真由23、日向坂46の影山優佳20、河合隼人監督52も登壇した。本作は将来を期待されたエリートたちが集う私立周知院学園を舞台に、頭脳明晰全国模試上位常連の生徒会会長白金美雪平野と、文武両道で美貌の持ち主大財閥の娘である生徒会副会長篠宮かぐや橋本が、相手に告らせることだけを追い求めた命がけの超高度な恋愛頭脳戦を繰り広げるラブコメ。2019年に公開された前作は興行収入 22.4 億円、観客動員数180万人を超える大ヒットを記録した。